こんにちは、ジミー・ペイジです。いや、レオパルドの愛称でございます。はい、今日はね、ちょっと、いつもと違うところに来ております。今日はですね、千葉県は旭市にありますペパーミントというね、ライブハウスに来ております。で、今日はね、ちょっとここでね、あの知り合いの方が何人かちょっと歌いますのでね、その曲、ね、歌も紹介しながら、あの このね、お店も、紹介しようかなと思っておりますので、それでは早速いろんなものを映してみますんで、それでは行ってみよう。もういかにもなんかライブハウスっていう感じの佇まいです。昔からね、ここ自分がもう本当に中学生とか高校生とかそのくらいの頃からもうずっとあるライブハウスなんですね。カウンターがあって、お客さんの席があって、ステージがあってと、こういう感じになっております。で、今日はオープンマイクっていう形で、いろんな、ね、あの人たちが、ね、あの歌っている形になって、その中に、ね、ちょっと知り合いが何人かあの歌っているという形になります。はい、なおちゃんが一応主催でこの会開いてくれてるので、主催者の方だそうです。あのちょっと本当はね、一番見たかったんだけど、ちょっと仕事の関係で見れなかったんですけど、私の、まあ、お友達っていうちょっと大事で、親橋さんっていう方がね、今隣にいつか映っちゃったね。もうフライングでさっき映っちゃった親橋さんです。どうも、おはようございます。あ、親橋さんもあれですよね、はい、あの YouTube やってらっしゃるんで、まあ最近サボりがちですけどでも面白いですよ、親橋さんの YouTube 本当にあの後で説明欄に載っけときますんで、最近ちょっとあの、はい、面白いやつは多分非公開にしちゃってて、あの音楽の曲しかね、ちょっとね載せてないんですけど、でも需要があればまた公開します。なんか告知かなんかありますか？告知ね、ミュージックビデオを撮ってて、こんばんは、今年中にはあげようと思ってるので、よかったら上がったら見てください。そのくらいしかないな。もう行ってるんちゃいます。そのうちにまたね映ると思います。ライブハウスでかき揚げうどんだよ、みんな。500円、これなかなかおつなもんじゃないこれね、早速ねじゃあ、あの早速ね、これちょっと注文してね、食べてみたいと思いますんで、ね、お楽しみに。ライブハウスでかき揚げうどんです。ないいでしょ、なんかこの雰囲気、これがいいよね。かき揚げうどんいただきます。七味、辛いの苦手だけど七味は好きなのよ。うわ、超うまそうなんだけど、ほら見て
いただきます。普段はね、なんかこれこういうの置いてないみたい。あ、暗くなった。うん、うまい。お、おいしい。ライブハウスで、ライブハウスで食べるうどん、おいしい。卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街を見かけた時何を言えなかった。卒業よく知ってる方々、すだちという二人組なんですけど、今からねこのステージが始まりますんで、そちらね、あのご本人様たちの許可を取りましたので、あのライブステージね、ちょっと映させてもらおうかなと思っております。お楽しみに。
地図赤ですね、インスタの地図赤、地図って CHIZU で、検索するとすぐ出ますので、はい、興味ある方はぜひ、覗きに来てください。先ほどあのライブにも出ました須田氏のお二人でございます。こんばんは、須田氏です。須田氏です。カイさんでございます。シマリさんでございます。あ、シマリさんって言わなきゃよかった。今草薙剛ですって言ってました。いっぱいしましたね。そこなんだそこ大事ですからね。強っぱ強っぽじゃない。なんで今ね、こうやってあのお呼びしたかというと、はいはい、先ほどのライブの中でもちょっと告知がありましたね、はい、何の告知ですか。ちょっと、12月12日、はいはい、今年ね、12月12日、はい、土曜日、はい、すだちず、はい、すだちずすだちず、はい、ずのずなね、ずというのは言ってて、すだちと、はい、地図で、スダチズです。スダチズです。はい。あ、出ちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですか？全然出ちゃってから、出ちゃってから。後であの、ちょっとあの、フォロワーの、で、マナミンゴさんでございます。あ、マナミンゴでーす。あ、じゃあ自己紹介してください。せっかくなんで。橋本マナミ、マナミンゴグリ太郎でーす。弾き語りやってます。皆さんぜひ、哀愁さん、哀愁さん。そう、哀愁さん、私哀愁さんって、
呼んでるっていうか、みんなレオさんとかじゃない、じゃあ哀愁さんなんです。哀愁さん、そうよろしくお願いします。あとであのツイッターでいいですかね。あ、ツイッターで、ツイッターのアカウントをあの説明欄に載せておきますんで、ぜひねフォローよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次話が脱線したけど、ね、ね、なんだっけ、スタッフと12月12日のね、はい、ね、インスタライブの、インスタライブ、インスタライブの告知をさせていただきたいと、ね、スタッフさんと、はい、塾のしずさん、はい、ね、イタコのモデル、はい、イタコ市のモデルシンガーをやってらっしゃる、はい、地図さん、地図さんで最近ちょっとあのいろいろコラボ企画を、あ、そうですね、でやってるんで、前に第1弾やったんですよね。そうです、前にね、はい、あれ9月9月24日です。9月か、はい、そう、9月に1回、2ヶ月くらい前ですかね、やって、はい、に1回やって、その時は仮配信ということで、はい、で、その本配信のやっと日取りが前が決まったんで、決まったばっかりでね、はい、はい、で、すだちさんと地図さん、はい、ね、そして、ベーシストに、まさゆきさん、ね、まさゆきさん、あと、キーボード、キーボード、ね、今回キーボード鍵盤ですね、伊勢清子さん、伊勢さん、はい、キーボードでサポートしてくださいます。そうなんですね。そして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 からの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 バルドナイシュさんが なんとうるね、行っちゃいます、私ね、行っちゃいます、あの名司会者ですか、そう、名ね、というわけで古舘一郎バリの名、ね、名実況をやりたいと思います。迷う方の名、名ね、そうそう、迷う方ね、迷う方実況、歌歌だってところをこういち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 こう喋りますからね、結構邪魔っす、結構邪魔な解説するやめてくれ、ね、っていう、ね、はい、ライブ一部二部制で、そうですね、一部は何時からですか、7時ぴったりから、7時から、はい、1時間1時間です、はいはい、で、2部が8時、まあ、約8時ぐらい、そうですね、はい、約8時ぐらいに始まりますんで、はい、ね、じっくりと、ライブをね楽しんでいただければと思いますんで、はい、きっとね楽しい配信にね、もちろんめちゃくちゃ楽しいと思います。本当はライブもいいんですけど、本当はこの2人と地図さんを喋らせたいんですよ、本当は本当はね、本当はでね、今真ん中にいますね、あのしまりさんがいないとしまらないっていうあの、それはね、ライブ多分見てもらえばわかると思います。そうなんで、しずさんがいないとまとまりがないという、あ、もう本当にこのね、このね、あの、すだちのね、悪道、もしくは おしゃれ番長がね、すごいんですよ、しゃべりが達者なんです、この人で、もうあの隣でニコニコ笑っているしまりさんっていうね、ね、でもたまに乗っちゃうんですよ、誰も止めらんなくなっちゃうんで、地図さんに入っていただくの、ね、ライブっていう形で、本当に、ね、楽しいライブになると思いますので、はいはい、じゃあ最後は、しまるさんに、僕ですか、昨日の多分売れがあるんですけど、近いと、しまるさん、あの最後 あの告知、バーンとこう、はい、面白く締めてください。面白く締めるんだ、告知は面白く締めてください。じゃあ、やっぱあれでいきますか、得意でやっぱり、モノマネでモノマネでいきましょう、はいはいはい、ちょっと寄りましょうかね、はい、ちょっと寄りますね、はい、ふぐたくん、12月12日19時公開、ぜひ見てくださいね。それではミッキーマウス、よろしく。みんな12月19日見てね、バイバイ、ディズニーでバイバイ、くだらねえ。ありがとうございました。はい、すだちのお二人でございました、ありがとうございました、すだちでした。12月12日のね、すだちのライブでスペシャルゲストベーシスト、まさゆきさんでございます。まさゆきさんはね、あのもういろんなライブでね、あのベースを弾いてくださってまして、今回私ともライブでは何回か一緒にやったこと、一緒ってね、ご一緒したことありましたよね。待ってますね、何回か、ね、何回か、なんだろう、あれか、セレクトのね、セレクトの市場のライブとかで一緒にやらせて、今回初共演です。あの前は別々だったんですよ、だけど今回初共演、皆さんまさゆきさんのベースにもちょっと注目して見ていただければと思う。でね、まさゆきさんね、あのツイッターもやってるんですよね、はい、ツイッターとインスタグラムやってますよね、
インスタの方が便利ですね。ね、インスタの方で、インスタの方後で説明欄にインスタのアカウント載せときますんで、ぜひフォローして、たまにねベース弾いてたりするんで、ぜひぜひフォローしてあげてください。そして12月12日当日、正幸さんのベーステクもぜひご覧ください。では正幸さん、12月12日お会いしましょう。12月12日お会いしましょう。よろしくお願いします。お願いします。